ムンドゥット寺院の世界遺産に登録された寺院遺跡の一つであり、ボロブドゥール寺院の東約 3km に位置し、仏教寺院である、ボロブドゥール寺院、パオン寺院、ムンドゥット寺院は全て一直線上にある。この3寺院には互いに宗教的な関連があるとされるが、祭祀の過程については明らかでない。修復前のムンドット寺院遺跡、ボロブドゥール寺院、パオン寺院、 ムンドゥット寺院が直線上に位置するムンドゥット寺院は8世紀末マイナス9世紀初頭に建立されパウォン寺院やボロブドゥール寺院を含む3寺院うち最も古い寺院であるとも言われる。西暦824年のカラントゥンガー碑文にウェンワナという寺院の建立について記されているがオランダの考古学者ルカスパリスはこれをムンドゥット寺院と同定した。そして シャイレーンドラ朝の王、インドラの知性のうちに混流されたとする。その後、この仏教寺院は、像広むにより改変されており、かつての構造物は現存する、主指導に内包される。1836年に再発見された、ブングット寺院の寺院一帯は、ラっピ山の火山灰によると思われる泥に覆われていた。寺院の修復は1897年に、 オランダ領東インドの植民地政府により開始され、黒村により1904年にかけて、基団と壁大部の復元が行われた。その後、1908年より、考古学者、ファミエルプの下で修復され、事業は一時資金不足により中断したが1925年より、再開されたことで終了した。海岸北浴の、ジャータカの浮き彫りムンドット寺院の移行は、 50、110メートルの寺園の南側にあり、かつて北側には木造のビファーラがあったとされる。現存する主指導の基段は幅24メートル、奥行き28メートルの曲折した方形で、基段の高さは約3.5メートルである。長部は失われていたが、現在は修復が完了して、全高26.4メートルとなる寺院の上部は、 48を数えるストゥーパ飾りにより装飾されている。寺院は西向きで、西側には突き出た階段があり、両側にマカラが装飾されており、階段の側面には仏教の教えを解き、偶話として動物の物語を描写するジャータカの浮き彫りが刻まれている。八大菩薩の一体文樹史理想寺院の壁体を囲む方形の欄干は、 寺院を時計回りに広い行きする右尿の八体の仏教尊像の浮き彫りの否定については、諸説あるが、国像菩薩、弥勒菩薩、上二小菩薩、地蔵菩薩、混合種、菩薩、文樹尻、普賢菩薩、蓮華種菩薩が装飾され、密教の八大菩薩曼羅を形成している。また、正面以外の三方の壁面には、高さ2.7メートル。 幅3.5メートルに及ぶ浮き彫りがあり、パラ菩薩、純ひさげ、観音、観音菩薩とされる像がそれぞれ装飾されている。全部を汚い壁の岸も神の浮き彫りかつての寺院には二房の部屋があり、前面の小室と中央に大きな主室を備えていたが、前室の全壁の屋根及び壁面の一部が欠損しており、 おそらくはちょうどサジワン寺院のものと同じような形と大きさである仏塔飾りがあったと考えられる。前奏の内側壁は子供たちに囲まれた岸も神とその反対側には美写門天の浮き彫りが装飾され天空を飛ぶデバターやカルパタルの木も描かれている。ムンドット寺院の釈迦三尊像釈迦無二仏像、観音菩薩像、混合種、 菩薩像出室には三体の大きな石像の彫像が安置されている。中村である高さ3メートルの釈迦麦仏像は、消え者を信号から解放するもので、脇地である左の観音菩薩像は9号から解放し、同じく右の金剛種、菩薩像は2号から解放するものとされる。これら三村像の否定については諸説ある。マレー半島で発見された。 西暦775年のリゴール碑文に、シャイレーンドラ朝の王により、おくるみ、レンゲシュサトリボーン、コンゴーシュ菩薩を祀る寺院の建立が記されることにより、これらの尊像とする説も有力とされるが、右の脇地像は観音菩薩とするのが通説である。三尊像は、インドのアジャンター石窟や、特にエロラ石窟に見られる、仏尊像の様式と類似しており、 グプタ様式の流れを組むものである。また、三尊像の同様の配置は、プラオ山寺院の北プラオ山南主導の中央内陣に安置されていた三尊像にも認められる。安山岩によって掘られた中尊のおくるみは、椅子に腰をかけて両足を下ろした遺像であり、両足をレンゲの花に乗せている。法輪を回す、発天法輪の陰相を結んでいることにより、 かの縁で説法をする姿を示すものとされる。脇地の石像菩薩像はいずれも高さ約2.5メートルで、共に片足を下ろした遊戯座像である。左の観音菩薩像は、右手に様々な願いを叶える予願院を見せており、左手は蓮華を持とうとする形を示している。右の混合種、菩薩像は、左手を地面につけた食地位をなし、右手は、 混合書を載せる形を表している。現存する石像は、中村と脇町二体であるが、かつては七体の仏像が指導内に安置されていたとも、言われる。5月ないし6月の満月となる日に、インドネシアの仏教徒は、毎年ウェイサーカ祭りにおいて、ムンデット寺院から、パウォン寺院を経てボロブドゥール寺院まで、およそ4キロメートルの道のりを歩いて参拝する。天霊は、 仏教祈願者が大集団となり、右尿の礼法により、寺院を広行きする。伝統的なケジャベンや仏教徒にとって、ムンデット寺院における祈願は、病気からの救済といった願いを叶えるものと信じられている。例えば子供のない夫婦は、子供が授かるように、伝統的なジャワの信仰において、妊娠、母性の死後の象徴かつ子供の保護者である、 岸も神の浮き彫りに祈願する。ムンドット寺院遺跡の寺園のすぐ外側には、ムンドット仏教僧院がある。この仏教僧院は、かつてカトリックの僧院であったが、1950年代に人の手に渡るようになると、仏教団体により土地が買われ、仏教僧院が創設された。当初は蓄材による粗末な建物であったが、1994年より徐々に改築され、 およそ1ヘクタールを占める仏教僧院の境内には、蓮池や菩提寺の茂るには、梁、および仏刀群や菩薩立像などがある。その他、プンドポ様式の屋根を貸した小道に一体の釈迦尼仏像があり、この見か石による座像は2002年に日本の寺院により寄贈されたものと言われる。また、ムンデット寺院遺跡は政府により管理、保全がなされているが、 年に数回、この総員による採取が行われている。ありがとうございます。